モッチ先生と学ぼうよ、英文法。第1回は英文法のこと。この動画は東京関口文法能力開発が制作しお届けいたします。 はい。今回初回ですので、えー、もちいだが顔出しでご挨拶させていただきます。はい。皆さん、こんにちは。もちだです。えー、もち先生と学ぼうよ。英文法へようこそ。 えー、こちらの動画ではですね、持田が文法能力開発として、えー、制作しております、えー、文法学習、文法教育の、えー、動画の中でも、できる限りあのベーシックで優しい、とっつきやすいものということで、えー、取り組んでいくつもりで作ったものでございます。えー、ぜひ皆さんですね、えー、お付き合いいただけたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、早速お題でございます。文法って何、えー、文法っていうのはざっくり言いますと言葉の仕組みです。もう少し具体的に言うと言葉の並べ方と並べた言葉の意味のことなんですね。 さらに詳しく言うならば、何詞の何系がどのように並ぶと正しい文になるのか。そして、文がどんな意味になるのか。なぜその意味になるのか。という問いに答えられるような仕組みのことと言えます。難しいかなこれらの仕組みは、言語ごとに備わっています。 だから、日本語には日本語の文法がありますし、英語には英語の文法があるわけです。というわけで、日本語と英語で似ているところ、違うところを意識して学ぶといいよねっていうお話なわけです。ちょっと待って何し 何系文その辺から確認したいんだけどなぁ。そうだよね。難しいよね。うん。その気持ちはよくわかります。苦手な人も多いと思います。そういうことなので、次回は最もベーシックな英語の文の仕組み。 のお話をしていきたいと思います。もっち先生と学ぼうよ英文法。第1回英文法のことおしまいです。次回お楽しみに。